王宿命は、中華民国空軍の軍人。本名は、王だが、同音の王伊佐夫を名乗った。1924年5月、候補軍艦学校第一期入学。同年12月に卒業すると、関東航空学校第一期に入学。1925年6月、洋望み便、流進艦の反乱鎮圧に参加。卒業後ソ連に留学し、 ボリソグレプスクの第二航空学校、ソ連高級戦闘射撃爆撃学校、レニングラードの偵察飛行高等軍事学校を卒業。また、共に留学した一期生のうち4名が中国共産党党員であったことからオルグを受け、1926年2月、現地で中国共産党に入党するが、1931年秋の帰国に伴い脱党。 中央航空学校高級班にて、軍事顧問のジョン・ジュエット元大佐より、飛行技術の最新査を受け、卒業後は厳格な基準に基づいて、同行の飛行教官に抜擢された。1933年11月、中央航空学校しばらく編、第2号作隊隊長。1934年、航空、第2隊隊長。1936年2月、 新設の中央航空学校落葉文校主任。同校は、シルビオスカロニ少将らイタリア軍事顧問団のイタリア式教練を実践する場であったが、ジュエットとは、対照的にスカロニらの審査基準は低かったため、質の低いパイロットを増やしてしまい、クレアリーシェーンの音からの評価は低かった。1936年9月3日、空軍上場。 日中戦争勃発後の1937年9月、頃、陳徳章、東飛小広と共に戦闘機200機、爆撃機100機の購入交渉のためソ連に赴いた。帰国後、空軍軍士学校教育長となったと思われるが、間もなく再度ソ連に発令され、中速空軍,軍部官。1940年の帰国後に、空軍第三総寺司令官。1941年1月、 空軍軍艦学校教育長。同年5月、昆明新設の空軍第五素地司令官兼任。ただし、公務多忙のため、設置準備は、第五素地司令部第一課課長の東彦小広と、第二課課長の羅中上げが代行した。1943年1月14日、空軍将校。2月、空軍第三素地司令官。4月14日、参謀学校校長兼任。 1945年9月29日、雲南省政府主席の留軍も拘束のため、公認の主席代理事高敷と共に、昆明に派遣される。1946年6月29日、空軍総司令部副総司令検算謀長。1946年11月22日、空軍上校。1948年9月22日、空軍少将。 1952年3月14日、空軍総司令。反抗大陸のため米軍との関係を強化し、F-84650 機を含む1100機の購入を取り付けたほか、総司令部計画書の編役組、情報書の姿勢組の編成を拡大して、米軍の書物の翻訳に当たらせ、訓練、維持修理、作戦の需要に当てたまた、強撃宣伝部隊として、 大砲撃系実験学校と大砲撃隊を設立した。1957年6月25日、国防部参謀総長。1958年12月31日、空軍一級上昇。1959年6月29日、戦略顧問委員会副主任委員。1962年7月30日、中連合国安全理事会軍事参謀団。 中国代表団空軍代表兼主席代表。1972年4月18日、中ヨルダ団大使。1975年、総統府戦略顧問。1998年10月28日未明、心臓病と大腸癌の合併症により、台北市の三軍総委員にて病死。葬儀では、前参謀総長のラホン立テ。 空軍総司令のチー・はじめサトシラが弔問した。死後、中央研究院近代史研究所団案官に、一人息子の大地美より日記が提供された。内容は、主に夫婦仲のことが多いが、参謀総長を解任された際は、小解析、小警告親子への不信感が綴られ、相当不戦略顧問になった以降は一転して小親子への賛辞が綴られていたという。 中国軍捕虜となった飛行第90戦隊の白浜高吉軍曹は自身を尋問した軍艦の中に王宿命と思われる空軍軍艦王上港がいたと戦後を回想する。1939年3月上旬航空委員会生徒勤兵室に連れて来られた白浜に王宿命はメガネをかけた長身の陳上港通訳の王将港と共に尋問を始めたが 白浜は事前に憲兵隊が行った尋問と同じく虚偽の情報を書いて提出した。小柄で眼光鋭い王宿命名はそれを読んでいたが、突然立ち上がると原骨で白浜の方を殴り、長所を破いて仁王のような行走で睨みつけどなりつけた。そして少年クラブ新年号を取り出すと白浜へのインタビュー記事を開き、白浜と共に捕虜となった大石の文字を 赤鉛筆で書いてみせ、ぜふぜ、敵と言うと、白浜はあっさりとうなずいてしまった。陳情公と猛将公が嘘のことを言っても無駄であること、捕虜の生命を保証することを説明すると白浜は観念し、本当の情報を話した。その後は中華料理を持ってきて振る舞い、一転して和やかな雰囲気になったという。ありがとうございます。